できました。普通の幸せがええの。男の子聞こえますか。じゃじゃーん、かわいい。一番子供欲しがってたもんね。出生前診断は調べといた方がいい。ひょっとすると呼吸が難しいかもしれません。まあ生まれてすぐは人工呼吸器をつけないと難しいかと。3万人に1人の難病らしい。普通でよかったけどな。お母さんなのにとかそういうことを思わなくていいんじゃないですかね。どこまで責任持たなきゃいけないのかね。どこまでもでしょ。男の子やったら大変や。もうすぐちょこまかするからね。まあ元気は一番なんやけどね。お子さんのご誕生おめでとうございます。障害一括りにしてんなよって思うよね。そういう時って男どうしたらいいのか。今は受け入れられなくていいの。未来は決まってるわけじゃない。出産は女性がしてて当然とか。いつからそうなったの。不滅だー。はい、本日の高橋ひろゆきのシネマ館配信も、素晴らしい映画監督とお話しさせていただきたいと思います。まずは自己紹介のほどお願いいたします。はい、野生児童主催映画喝采の果て脚本監督プロデュースの有田杏です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張しておりますけどもよろしくお願いします、まあ、はじめましてであれなんですけどね、はい、作品がね喝采の果てということでね、はいはい、拝見させてもらいましたけども、まずは簡単に、はい、あらすじの方お願いいたします。はい、山本真希という主人公の女の子がいるんですけど、高校の時代から子供を、はい、出産することを夢見ていて、大人になってついに妊娠となって友達にも喜んでもらって、はい、ハッピーな妊活ライフかなと思いきや、途中で体調不良になってしまって、ひょっとしたら子供に何か異常があるかもと分かり、診断を受けた結果陽性だったんですが、産んでみると3万人に1人の難病だったということで、彼女はここから、お医者さんや助産師、友人たちに向き合いながら子供を受け入れていくまでというお話になっております。はい、テーマ的にはすごく、まあ、重要な、なんか 重たいテーマではあるんですけども、そんなにこう暗くならなく辛くならなくで、なんかバランスが取れた、作品やったなと思いながら拝見はさせてもらいました。ありがとうございます。でこれはまあいろんな取材をされた上での、まあ、ちょっと実話も入ってるっていう展開でお話ですね。そうですね、40人の方のお話を聞いて、はい、その時になんかいろんな人物にその設定は盛り込みつつ、全体の構成は、はい、私が簡単に考えたオリジナルって感じになっています。なるほど。これはだから、その映画を作ろうと思ったのが先なのか、そういう事柄に興味を持たれたのが先なんですか。どうなんですかね、監督としては。大本はその地元の、まあ、大阪が出身なんですけど、はいはい、地元の友人が妊娠中にその、はい、実際体調不良になって、はいはい、しんどいたりとか、はい、実際まあ難病の子を出産したっていう時に相談に乗ってて、はい、もうちょっとこういうことが知られたらいいなという、うん、でも出来事は先にですかね。なるほど、はい、そこからということですね、はい、まあはい、出だしは我々明るいスタートで題名もあるし、その、まあ、内容もあったんでどういう展開をしていくかなという思ったんですけど、まあ、これ主人公の物語でもあるんですけども、まあ、夫婦の話、はい、広げて夫婦の話だし、そしてまた仲の良い4人組の話でもあるっていうところで、はい、まあ、ちょっとそこが広がりが、ね、はい、あってあれやなと思ってですね、またその仲の良い4人組のパートナーの話でもありますよね。そうです、はい、まあ、群像劇ですね。これが全部4の数字でこうなんか広がっていくっていうところで、なんか すごく意外性というか、初めに思ってたとは違う広がりを見せた展開で拝見させてもらいました。
ああ、よかったです。普通急にミュージカルの話とか。そうですね、ちょっと。それはちょっとね、普段のお芝居やってはるちょっと流れの要素が入れはったんかなと思いながら、そこもオリジナルかなと思いましたよね。で、この作品でもう一つすごいなと思ったのは、普通まあその辺の群像劇で行くんですけども、このお医者さん側って言いますかね、産婦人科側、うん、もうなんかわ、ここまでこれ描くんやっていうのがすごい予想外で、そこはどうなんですか、私はびっくりしたんですけどね。なるほど。そうですね、この映画化とか作品化することを、はい、そのモデルになった友人に承諾してもらうときに、はい、どっかが悪いみたいに書かんといてほしいっていうのは言われていて、病院側が、お母さんの。で、それは、まあ、私も作品書くときに誰かが完全懲悪みたいなのが、を書くのあんまり好きではなくて、はいはいはい、にみんな何かしら理由があるっていう考え方を持ってるんで、うん、なのでまあ、いろいろこう、友人とったら、シビアな面とかも、病院からのこう対応でシビアな面もあったけど、それはそれでお医者さんの命を守るっていう言い分もあったんやと思うねんっていう、友人の声もあったり、うん、まあ実際自分自身もそういう、どっちかが悪いっていう考え方はあんまり読んでないのでっていうので、はい、で、監修に、入ってもらった産婦人科医のホラゲ先生にお話聞くと、より、もっとこちら側も伝えたいなっていう感じ、はい、普通はね、ちょっとこういう展開だと添い物みたいな感じでね、お医者さんはそうなんですよね、ちょっとだけ触れるっていう感じだけど、急になんか途中で、ね、この視線が変わったというか、これ病院物語、はい、とかいう感じのところになって、ね、でもそこもちょっと軽いノリもあるし、ちょっと不安なところもあるし、なんかいろんな思いを指す表現されてたんで、してくれる人もいたり、はい、大丈夫よそんなにたくないよとかいうタイプの人もいるから、お医者さんとかそのね、病院関連ってなるとどうしても硬いイメージが強くなるんで、はいはい、なるね、それに関しても、まあ、まあもちろんその見やすくするためっていうのもありますけど、はいはい、どんな人おるしなっていうのもある、うん、なるほどね、なるほどね。ね、まあ子供誕生からね後半になっていってね、ちょっと我重いテーマが前半ではちょっとそんなに来なかったですけど、後半やっぱりずっしりと来て、まあいろんな、うん、いろんなシーンがあって、映画の空気を我ね180度ちょっと展開するっていう、ね、それもありまして、あ、ここからが本題なのかなと思いながらもあるんですけど、我この切り替えっていうのもすごいなっていう感じがあって。でまあ、チラシとかホームページも書いてますけど、うん、まあ、普通っていう言葉がちょっとやはりずっと突き刺さってくる、見てる方もなんかそこがちょっとポカーンとね来るっていうかね、ありましたね、うんうん、でも実際なんか、うん、普通にっていうかこう妊娠したって分かって、まあ、もし妊娠望んでたら、あ、こっからどういう妊活ライフなんやろとか、なんかこう調べたりとかして、まあ、座りとかでしんどい時もあるけど、うんうん、それをまず体験できることに、例えば、それを楽しみにしてた女性やったら、はい、ここでどんなんやろとか、赤ちゃんどんなんかなとか、ベビー服どうしようとか、しんどいんかなとか、はいはい、いろんなそういう不安がある中で、ポンと全然別次元のこう球を投げられると、うん、割とぐんとこうか、実際変わるとこもあるのかなっていうのも感じていて、うん、なので、そういう意味でもこう、まあ見やすくっていうのもあるんですけど、最初から深刻に生きてることもなくないというか、うん、なんか普通に生きてて、コンビニ行ぐらいの感覚で生きてて、なんかコンビニ行電車乗ろうとか、なんかそんな深く、はい、ね、日常送ってなくて急にドンってきて、うん、時間が迫られる決断とか、うん、今後の人生変わるかもしれん決断とかってなった時に、急になんか景色が変わって見える時もあったりするんだっていうのも実際思ったりします。ね、そうですね、はい、でこれね、やはり私も男なんですけど、この夫婦であっても男女で我々ね、はい、温度差があって、はい、これ見るとやはり男は弱いなっていう感じで、ちょっと私自身も反省しないといけないなっていう部分もあって、見ててこの自分もそうやけど、
それ違うやろって思うこともいろいろあったりとかね、それも面白かったですけどね、面白いって言ったんですよね、うん、だからもう、まあ、私はもうそのだいぶ前の出産だってだいぶ前の話だからあれなんですけどね、今になってこう拝見させてもらって少しあの時こうしとけばよかったかなとかいうね思いましたね、そのにこの出産にの状況にある、はい、まあ、女性に対しての言葉、うん、かけてある言葉っていうのがね、今になってなんか勉強になってちょっと反省、取り返しがつかないけどなんか反省させてもらったかなっていうのもあって、いやいや、でもそれこそこうその視点で見てなかったらばね、わからないことあるから、うん、反省というか全然なんか、あ、そういう視点もと思って、うん、奥さんになんかステーキでもなんかもうだからこの映画はそういうところもねちゃんとなんか入ってたんで、うん、さっきおっしゃったようにそれがだからコーツ別につけない、はい、丸バツつけない感じで進んでいくんで、うん、ね、あれですね、だからその辺のシーンがすごく感情的に、うん、難しいよねと思いながら、うんうん、でもそれは各々の人によって考え方が違うし、ご夫婦によって考え方が違うし、はい、でまた状況によっても違うからね、まあ、いろんなんですよね、はい、でもやっぱりこういうこともあるっていうのをやっぱり見た方になんか伝わればいいですよね、うん、そうですね、うん、知らなかった人生というか、うん、そういう生き方とか、その道で進んでる人も隣にいるかもしれないしっていう、うんうん、なんか可能性をが入ってるか入ってないかで結構言葉遣いとかが、うん、変わってくるかなと思って、うん、僕の友人から聞かなかったら知らなかったことがめちゃくちゃ多かったんで、うんうん、それが分からんかったらなんかよぎらへんっていうか想像が、うん、例えば、うん、出産予定日に連絡来ないときにそういうことを一回経験したりそういう可能性があるってことを生まれてからちゃんとあるって、うんうんうん、たらなんか連絡遅いやんとかそんなポンと自分からやっぱいかんし、うん、向こうの的って思えるっていうか、うん、それがその候補があるかないかで多分だいぶ相手に対して話も態度も変わるんかなって、それによってなんかちょっとだけ空気が優しい世界になったらいいなっていう、うんうん、はい、でもやっぱりこれ、まあ、最終的に全般的としてやはり前向きな作品であるってことには間違いないですよね、うん、そうですね、うんうんうん、まあでもこれ本当どう撮るか皆さんにもめちゃくちゃお任せしたいっていう感じですね、うん、この後しんどいけどなって思っても別にいいし、うん、なんかそうですね、こっからどうなるかわからん不安って思い張っても、うん、自分やったらどうするかなに持って帰ってもらってもいいし、うんうん、なんかいろんな道をなんか入れ込んだつもりなんで、うん、はい、そうですね。で、自分がどう受け取るかですね。だこれはだから、別で意味で見ると、この4人のなんか、ちょっとアフター青春っていうかね、なんか、この今の年代の、なんか、こう青春を、まあ、謳歌してる中での問題っていうか、そういう、ちょっと青春もんとしても、取ろうと思えばね、その、取れるのかなっていう。はい。その中でまあ問題があるっていうだけだよね、うんうん、なんか青春映画としても見るのもいいかなと思いますね。嬉しいですね、そういうふうに。どうしてもなんかこう出産を扱ってくるとなんか女性向け映画になってしまうので、はい、なんかそれが逆にもったいないかなっていうのがあって、うん、こうそうならないように極力ですよね、キャッチもポスターも極力そう考えました、予告も全部。そうですね、だからここのこれを見るとその子供問題ではなくてもう夫婦の問題のなんか物語かなっていうのも撮れるし、うん、このポスターのビジュアルだけだね、うん、で4人組の青春っていうところも撮れるんですけど、でも逆にもう真剣なもうなんか問題が入ってるっていうのもね、うんうん、ね、すごいですね、うん、ちょっとねいろんな人だから年齢もこうちょっと幅広い人にそうですね、はい、今から出産を迎える方、そして私みたいに先ほど言いましたけど、うん、もうだいぶ経ってるけども、まあ、思い返すというか、うん、でもまあ今度次の世代のこともありますからね、そういう時のためにも見てもらうと、はい、なんかですね、びっくり、そういうことがもし、自分に降りかかってきてもこう冷静になれるっていう意味での
こう作品としてもいいかもしれませんね、この、うん、実際その主性弁診断はそもそもそういうために、はい、受け入れる準備ができるっていうために最初はというか、まあ、うん、ずっとそういうための診断なんですけど、はい、なんか本当それと同じように知っといてどうするかは任せるっていう、うんうん、知らんか、またその友人のやっぱ聞いてて知らんことでのテンパリというか、うん、あと時間制限、とにかくその、はい、限られるってことがすごくシビアやなっていうのは話聞いてて改めて思ったんで、はい、ちょっとだけ聞いておいてくれると、うん、あ、なんか聞いたことあんなってなったらいいなっていう、うん、はい、わかりました。今日ね、またお話しさせてもらって、有田さんとこの劇中の、また有田さんと全然違うし、あ、本当ですか。あ、まあまあ、あのね、この、その、今はそう、テーマが、ちょっと、おしゃべりっていうテーマやからだけど、映画は重たいから、あれですけどね。でも、皆さん、その、どうですか、あの、力まない演技の方ばかりで、よかったですね。これ、ちょっと一つ、力まれると、ちょっとそれが、うっとうしいんですよ。すごくその4人、そして4人のパートナーのご存在も本当に良かったですね、うん、あの。キャスティングもすごい良かったんではないかなと思います。で、またこの家族がまた4人家族でしょ？だから4にちょっとこだわってはるなと思いながら。いや、でもやはりあの先ほども言いましたけど、これ、どうでしょう、この実家がこう関西やからっていうのもなんかありますよね。なんか雰囲気的に勝手に自分は関西に住んでるからそう取ってしまうんですけど、なんかこうなんか関西のノリも少し、うん、このいろんなこの流れていく中であるのかなと思いますね。これで、まあ私だからかもしれないですね。うん、あれ、友達自体の設定は関西ではないですかね。どうなんですか。東京なんで、その高校時代に一回その転勤してて、で戻ってるけど、まあ牧だけ東京の大学とか東京に就職してっていうので、なるほど、ね、はい。ちょっとそういうあのバックグラウンドもなんか知ってるとまた違う、面白い、ね、なるほどなっていうねところが、うん、あるのかなと思いますね。結構いるじゃないですか。なんやかんやで私東京でめちゃくちゃ会うんですよ、関西の人。はいはい。むっちゃその喫茶店とか行ってても関西弁聞こえへんってないというか。うん、隣も店員も関西人かいみたいな時あるんですよ。うん。いや、今日もあれお話関西弁出てて嬉しいんですけど。ほんまになんか結構作業で最近カフェ行くんですけど、はいはい、あ、店員さん関西やなと思って席座って、隣からめっちゃ関西弁のカップルの話聞こえてきて、でも別に旅行じゃないみたいな。なるね。ほぼ関西人しかおらんカフェみたいな時は大丈夫みたいな時。だからなんか意外に珍しくないような気もするんですよね。まあ、自分がこっちにも結構長いこといるからかもしれないです。なるね。まあ、でもまあなんか感覚的にちょっとそれがなんかあったかなと思いながら、あの、うん、我作品に携わってる人も我関西と関東と調べたら半分ぐらいずつだったんで、ね、そうです ね、 確かに確かにね、なんかそれもあって、あのそういうのも我こう斜め見なんですけど、斜め見すると、うん、そういうのも面白かったかなと思います。はい、あ、嬉しい。はい、もね、そういう関西の方にも今後見てほしいと思います。まずはね、東京の公開から始まって、はい、ずっとありますけども、大阪は一応6月1日ですね、土曜日からね、はい、シアターセブンで公開になりますんでね、はい、ぜひとも見ていただきたいなと思います。うん、はい、はい、最後になりますけども、メッセージいただければありがたいです。はい、今たくさん高橋さんが魅力をお話ししてくださった通り、うん、まあ、私自身が大阪の吹田出身なので、まあ、私の家族自身も大阪という設定で描いているので、大阪のノリも交えつつ、あのテーマ自体だけ出産妊娠子供と取れば深刻な感じでちょっと肩に力入るのかなと思うと思うんですけど、本当に何の知識もなくてもどなたでもあの小学生とかにも見てもらいたいなと思ってるぐらいなので、かといってあのご年齢もう出産を終えた方でも全然見てもらえる映画だと思うので、まあ、友情なのか妊娠なのか子供なのかどこかキーワードに引っかかったら、はい、男性同士の友情というかあの仲間結びつきっていうのも描いているので、うんうん、ぜひ
97分なので、そこまで長くないので、はい、フラット、東京は5月18日ですね、はい、24日までで、大阪は6月1日から、土日はお昼過ぎ、はい、1、2、4、阪神もちょっとお昼過ぎ、はい、で、残りが5、6、7が夜っていう感じなので、はい、まあ、どなたでも見てもらえるかなと思うので、はい、ぜひ、劇場で私は基本的にいますので、お会いできればと思います。はい、よろしくお願いします。はい、で見た後でね、本当に語れる映画、いろんな意味で語れる映画なんでね、ぜひとも、皆さん、劇場に足を運んで、大阪はね、ロビーでお話、監督といろいろしていただいたら、ね、はい、いいかなと思います。そういう映画になっておりますので、はい、本当に、重いテーマを考えながら、でも前向きなことで、ね、生きていくと、まあ、根底にはこう生きるっていうテーマがあると思いますね。その感じ取っていただければと思います。はい、本日はね、はい、東京の公開前でお忙しい中、どうもありがとうございました。ありがとうございました。